はい、皆さんこんにちは、チャレさんです。本日は5月3日、時刻は9時過ぎ、ゴールデンウィーク中にちょっと軽くね、一人でソロでぶらりと、バイクでツーリングに出ております。現在広島県のちょうどど真ん中ぐらいかな、福富町というねところを走っております。はい、緑が鮮やかでね、田植えがぼちぼち始まるのかな、あの田んぼの準備ができてきてますね、こんな感じでね。はい、もうなんかね、緑がね、ほんと鮮やかでね、綺麗になってきたよ、うん。はい、もうゴールデンウィークってそういう季節ですね。あ、この辺はもう田植え済ませちゃってるみたいなとこがあるな、うん。はい、まだのところもあるし、田植えが済んでるところもあるみたいです。はい、それでね、今日の、ちょっとまあツーリング中のお題としてちょっと喋って、あの一本動画を撮ろうと思うんですけど、ゴールデンウィークのツーリングは思ったよりも肌寒いというお話をしてみたいと思います。変な話ですけどね実はそうなんですよ、思ったより肌寒いのでございますよ。うん、日中はね、あの街中でね、例えば広島だったら、まあ今年はコロ、去年も今年もコロナで中止になりましたけど、中止というかね、大規模にはやってないけど、ゴールデンウィークにはフラワーフェスティバルっていうお祭りがあったりして、そういうのにね、街中をねテクテク歩いてると半袖でもいいような、陽気なんですけど、実際ねバイクに乗るとどうなのかっていうと、やっぱこうやってちょっと、郊外に出ると肌寒いわけです、朝とかって、うん。で、朝出るときにね、日中の暑さを考慮してどうしても服をね1枚ね減らしたくなるんですよ。これがミスる、うん、これがミスる、うん。ね、1枚ね、やっぱね、冬によりによった方の服を着といた方が乗ってて快適。暑けら脱ぐなり、その胸をちょっとこう、こうね、チャックをビュッと下ろして空気を入れるなり、方法はあるけど、寒いのは耐えられんからね、うん。なので、ゴールデンウィークのね、あの服装って意外と、ツーリングの服装って意外と難しいんですよ。で、特にね、夜は寒い。日が落ちてからとか朝方は特に寒い、うん。まあ今年はね、もうコロナもあるし、なかなかそうフラッとね、その家を空けてね、何日も放浪っていうわけにはいかないんだけど、よくゴールデンウィークは放浪してました。はい、2、3日しまなみでモンキーと戯れてみたり、しまなみに泊まり込んでね、うん、してましたりしてましたよ。してたんですけど、これがね、結構ね夜は寒いんですよ。で、失敗談もありまして、あれは何だったかな、モンキーだったかな、モンキーで、ぶらりと広島を出て走って尾道に着き、ついつい島並みを渡ってしまったところで、日が暮れたと、うん。で、日が暮れて、これやばいと思って松山の方に向かって走ってる最中に燃料切れたとで、やばいと思って、これはもう泊まるところもないだろうし、ゴールデンウィークで、なんとか、広島に戻りたいと思って、当時堀江っていうところから阿賀までフェリーが出てたんでね、そのフェリーになんとかたどり着こうとしたんだけど、フェリーも終わってて、でじゃあもう少し行ったら三ツ浜の観光港があるから、そこからフェリーに乗ろうと、それも終わってて、でもう燃料ない、松山まで持たねえよみたいな感じで、その港のそばのねコンビニでね一晩明かしたんだけど、もうねガソリンスタンドもないしね、死ぬほど寒かったっていう思い出があったり、あとね、ぶらりと国道2号線をね
西に流していて、徳山の山口県の徳山のあたりまで来た時にね、なんか無性にフェリーで国東半島に渡りたくなって渡っちまったんですよ。で、それはね、何時だったかな、もう夕方だったです。はい、で夕方だったんで、向こうに着いたら真っ暗で、さあどうするべと思いながら、走ってたら、ラブホがありました。でその日はね、ラブホに泊まったんですよ。もう夜もね、8時9時だったからね、もういい、ここでいいって泊まったんですよ。で次の日、朝起きたらもう九州にいるわけじゃないですか。いやこれは阿蘇行くっきゃないでしょうと思って阿蘇に行ったんですよね。楽しかった、阿蘇行って楽しくって、でも大渋滞でね、もう行楽客いっぱいでね、ゴールデンウィークなんてね、やばいなーって、もうこれ今から広島に帰れるの時間じゃねえぞと思って、熊本市内に行ったらなんかホテルかなんか泊まるとこあるべと思って行ったらね、一軒もなかった。で24時間営業のサウナみたいなとこがあって、そこに入って、でもね、もうね、階段とか廊下とかでも人がね、横になって寝てるぐらいね、もうね、どこも宿泊するとこがなくってさ、みんなそこに駆け込んでんの。いやほんとね、一晩ね、床に寝た覚えがあるよ、サウナで、廊下のね、翌日はもうさすがに来るとさっとまっすぐ家帰ったんだけどね、いや帰ってねえよ。帰ろうと思って国東半島の方の港まで行ったらさ、順番待ち、フェリーに乗れるバイクの台数がもう限られててさ、順番待ちでさ、1便か2便待たないと乗れなかった。そうだそうだ、いや自走する元気もなかったから、もういいって思って待った覚えがあるよ。でその時もね、だから夜はね、こう熊本市内のね、町でね、寒いなと思いながらさ、さまよってさ、ジョイフルかなんかファミリーレストランでさ、もうちょっと、ね、暖を取りながらね、時間をね、潰した覚えがあるよ、サウナ見つけるまでね。いや今でこそさ、スマホがあってどうにでもなるけど、当時はなかった、ガラケーだったかな、だからほんと分かんなくてさ、どうしようと思ったことある。そんな時は言えない、ゴールデンウィーク日中は暑くてさ、朝とか遊んでる時は、でも夜は寒くってさ、いやゴールデンウィークのツーリングってそういうね、寒暖差あるからね、気をつけないとダメだよね。もう今ね、福富町からね、どっちだこれは、鴨大地の方向かって走る、鴨大地というか、白竜湖の方向かって行こうと思って走ってんだけど、いやほんとね、この辺でもうすでにね、空気冷たいもん、こんな日が照ってるけどね、寒くはないよ、ちゃんと来てるし、だけど、やっぱね、オートバイは寒くなるとさ、体固まっちゃってさ、動きが悪くなるからスムーズに走れなくなるよね。なので気をつけた方がいいよね。はい、というふうなことを思うんですよね。特にね、こう僕なんかはこう一人で走ってる時はこういう道を、車が少ない、信号がないという田舎道を好んで走るので、どうしてもね、山ん中というか人里からちょっと離れてくるんですよね。なんだトップカーが、
でね、こうどうしてもね、そうすると空気ひんやりします。夏でも気持ちいいもん、こういうとこ走ると涼しくて。だからね、やっぱまだ5月はね、まだちょっと寒いよね、ゴールデンウィークがね。ただね、ゴールデンウィークも まるまる全部天気がいいっていうことがなくって、雨降ったりするじゃん、必ず雨降ったりするじゃん。だからゴールデンウィークのツーリングってさ、こうなかなかね、フルにね、雨もなく楽しむことってなかなか難しいんだけどね。でもいつも毎年ゴールデンウィーク3日間ぐらいは1泊2日とか2泊3日ぐらいのツーリングはしてた、うん、ちょっとここんとこはしてきてないんだけどね、コロナもあるしね、うん、だから今日明日は天気がいいので3日4日は今年は天気がいいらしいので CB 乗せてもらおうかなとは思ってるんだけど、昔ならここ確実にもう宿泊でどっか行くとか予定組むかもしれないね。だけど今年はないよ。だから日帰りでちょっと多めの距離をね、こうやって休まず延々走れるところをね見つけてこう走ってる感じだけどね、こうやってね一人でブラーっと流して走ってる分にはコロナは関係ないからね、誰の迷惑もかけないしね。これでまあ事故とかしたらさ、医療逼迫してる中で問題あるけどさ、そこまで言ってたら何もできなくなっちゃうので、はい、いやーゴールデンウィークのツーリングっていうのはね、ほんとね、バイク乗りにとっては本当大きな楽しみでね、はい、それそのね中でまあ服装とかさ、安全とかさ、いろいろ考えながらね、楽しい思い出をみんな作ってほしいなと思うんですよね。はい、皆さんはいかがゴールデンウィークお過ごしですか。はい、ちょっとした雑談をしてみました。10分の着がなかったかもしれませんという感じで、今日のところはここまでにしましょう。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。